2013年9月2日、突如としてこのような書き込みがなされた。家庭の状況、自分や配偶者等登場人物の詳細。俺、36歳、サラリーマン。嫁、33歳、主婦、本人は働いているつもり。娘、小1と年少の2人。悩みの原因やその背景。嫁が趣味のハンドクラフトで教室を開こうとしている。今までは娘関連のママ友相手に材料費プラスお礼にお菓子やお茶を現物でもらう、くらいの感じで自宅でやってた。それが昨年小学校の入学説明会で知り合った年上ママから、学校の PTA 行事で1日クラフト教室をやってもらえないかと頼まれて謝礼をもらったことで、そこから改良熱が燃え上がってしまったらしい。行事は定員いっぱいまで人が集まったし、公民館で体験教室をやっても定員まで人が集まるから、改良できる、自宅では狭いからテナントを借りたい、と言い出している。物件も目星をつけてきた、と言って見せられた。早い話が保証人の犯行性、ってことらしい。嫁の中では、クラフト仲間のママ友をスタッフとして、一緒に教室をやっていく設計図が出来上がっているらしい。そのママ友旦那は、お友達のお店を手伝って、お小遣いが稼げる、と思っているらしく、反対はしていないそうだ。これまでの話し合いや解決に向けて努力したこと。主婦サークルの延長を商売にすることには、しっかり反対した。ピアノだって、書道だって、主婦の人が教室開いて、ちゃんとやってけてるじゃない？と嫁は反論するが、習わせたいと思う親が多く、毎週決まった時間に通ってくることが前提の子供相手の習い事と、大人の趣味の教室は違うだろう、と。特に、嫁が教えようとしているのは、学校用の上履きを可愛くデコるとか、100均の小物をアンティークっぽくする。都会疑いのクラフトで、編み物や洋裁のように需要があるものでもない。今は可愛い上履きが縁で流行っているけど、子が高学年以上になればそんなもの履かなくなるだろうし。今のママ友から需要がなくなった時、新規の生徒が通ってくる見込みは薄いと思っている。ただ、嫁の頭は今お花畑状態。何言っても聞いちゃいねえ。どうなりたいのか、どうしたいのか。とにかくテナントを借りての改良だけは阻止したい。嫁の中では、趣味を仕事にして、学校の長期休みも手元で子供の面倒を見ながらお金が稼げて、っていいことしか浮かんでないみたいだ。趣味でサークルやるところまでは止める気はないけど、それを仕事として成り立たせるには計画が浅すぎることを分かってほしい。初期費用だけで30万程度かかる、それを貯金、嫁の独身時代の貯金はそれほどないはずなので、多分共有財産から出すみたいだけど、その30万があったら、何ができるか考えてほしい。そもそも、利益の見込みがないことを仕事、と言って趣味に使う範囲を超えて、家計に影響を及ぼさないでほしい。特殊な事情、あれば、下の子に生まれつきの病気があって、通院が必要。レッスンは月20、15日くらいだから、通院に支障はない、参観や遠足も大丈夫、と嫁は言ってるけど、そんなに都合よくスケジュールが組めるのか疑問。俺の実家は車で1時間、嫁の実家は新幹線の距離なので基本子供を預ける先はないと思っておいた方がいい状況。教室をやるとしてスタッフなんかいらないだろ。まずは自宅で開いて生徒が増えたら店舗を借りて、と段階を踏むのが常識だ。保証人は嫁親になってもらえばいいんじゃね。実際元での30万だけで済むかっつったら全然そんなことないだろうしね。とにかくエースの返答ありきでしてくるような相談には応じちゃいけない。どうしてもやりたいなら共有財産からは元手を出さない嫁親に保証人頼む。塚元では自分で稼いで貯めればいいんじゃないの。儲かる算段があるなら〇〇までにいくら儲けを出すって決めてそれクリアしたら考えるとか。そのスケジュールで内容部かどうか、まずは資金稼ぎを兼ねてパートに出てもらったら。家計を足しにすることが目的ではないから時給は安くてもいいわけだし。というかさ、どうして教室を開きたいのかってとこを考えてみたら、子供のために病気のために家に閉じこもりがち、子供の預け先がないから仕事にも出られない。なら自分の教室を持てば子供を見ながらできるじゃないか。ってことで舞い上がってるんでしょう。それをダメ出しして言いくるめようとしたってかえって意地になるだけだ。書いてあることが本心なら、たまにある行事や体験教室でなく定期的に公民館で講座を開いて、生徒を集め続けられることを証明してもらえばいい。そしてたまには一気が子供の面倒を見ればいい。僕で自分の作品を売ればいいなんとしか思いつかなかったママ友を雇用するのはないね。ちょっとそのママ友に乗せられてるところもあるんじゃない？自分はノーリスクでいいよね。この方たちの言うように保証人は、
教室開業の相談と合わせて嫁親に自分から話すように嫁に言うよ。嫁親は飲食店経営だから、自営業として苦労もしてるだろうし、嫁のお花畑を冷静に見てくれると思う。割とシビアな人たちだし。上履きをデコってる紙ナプキンのイラストに著作権があるとかないとかで、以前奥に出した際指摘されたらしく、それ以来バザーにも出せなくなってしまったらしいです。ただ、個人仕様としてデコる分には構わないので、素材は各自購入してもらって、教室に持ってきてもらうつもりだそうです。上の著作権に関してもそうですし、経理とかの経営面で足りない部分が多すぎるので、まずは知識をつけてもらって、その中でいかに無謀かを感じ取ってもらった方がいいだろうと思いました。ママ友をスタッフにするとか、付き合いにもひびが入るぞ、とは言ったんですが、今は舞い上がってるから、もう少し冷静になってから、もう一度考えてもらうようにします。いきなり著作権問題に引っかかってるのか。やっぱり何が何でも阻止しないと面倒くさいことになりそうだね。自分なら素材を各自用意する教室にさらに金を払っては通わないな。教授の教室の謝礼は PTA 予算通りの金額をもらったってだけで出席者がその額を出したわけではないからね。付き合いと息抜き目的での参加だよ。そういう行事っておやつ代150円負担とかで院のママさんが保育もしてくれたりとかじゃないかな。テナント借りるのは見込みだけじゃなく利益をそれだけ出してからすることだね。初期費用30万って。資格商法とか内職詐欺みたい。まあ、お友達レベルの、先生役、で満足できればよかったんだけど、自己実現願望こぎらせてお花咲いちゃったんだね。嫁親がそこら辺ガツンと締めてくれればいいけど、サークル作って月謝取って公民館、ぐらいで落とし込めればいいね。資金稼ぎに自分で働かせればいいじゃん。もちろん全額資金に回さず半分は子供のために別枠で預金とか制約をつけてね。なんなら自分の稼ぎをほとんど家族のために差し出すのだからそれくらいは当たり前。今すぐうんうんって言うなら今しか需要がないものに金出せるか。で終わり。先の長い需要があると思い込んでるからそんなんじゃ効果ないと思う。キャラクターのデコった上履きなんてせいぜい小1まで。そのキャラクター自体何年需要があるかわからないし著作権指摘されて引っ込むようなレベルじゃオリジナリティなんて皆無なんだろうし。ほんと、近所にいたら指さして、ちょ、変えようって、って笑ってやりたいわ。親戚に半クラの先生で身を立ててる人がいる。教室兼ショップの経営もしてて、その世界じゃ知る人ぞ知る存在らしい。だけどその人はアメリカの美大に留学して、洋画の基礎をきっちりやってるし、旦那さんはその半蔵に使う素材を加工する職人さんで、家に工房がある。子供がいないから、国内だけじゃなく、上海や台湾まで行って、カルチャースクールや芸大の講師として飛び回ってる。収入の大半は芸大の講師料だそうで、教室だけだと採算は取れないものらしい。3日夜勤って言葉があってね。売り上げ3日分で家賃を賄えないと商売としては厳しい、という主張というか格言というか。どうしてもっていうならまずは自宅でやるのが一番なんだけどね。かかる経費は家賃だけじゃないんだからさ。まあ実際お金の計算って難しいからね。水筒のコントロールも必要になるし企業って売る技術以上に営業センスと経理センスも必要なのを勉強して分からせた方がいいけど。例えば30万だってなら30万を勉強内としてやらせてみるのもいいかもね。それ以上はなさないと決めてやるならわかること。家計管理は預けちゃダメだよ。共有財産は何なの管理以上には使わせちゃダメ。その上で一度失敗させてみる。始める前にうまくいかなかったら今後は俺の言うことをちゃんと聞くと確約させとけばいい。世間知らずは身をもって学ぶことでわかることもあるだろう。そもそも上履きなんて1年に1、2足程度じゃない？あっという間に顧客がいなくなるよ。毎月編み物とか手芸とか子供のものに限らずいろいろやってくれて月に3000円くらいなら通う人もいそうだけど、テナント借りてママ友スタッフを雇ったらその金額では無理だよね。ママ友が陰で煽った可能性が大だな。手を汚さずに金だけ取ろうとしてるっぽい。翌日。先日は皆さんいろいろアドバイスありがとうございました。あれから嫁と話して事業計画の内訳を聞いてみた。家賃は38,000円、光熱費、水道代は別。スタッフ予定のママ友には月に売上の 10% が賃金。テナントにはショップを併設して用具や素材も売る。ハンクラの素材意識とテキストまとめたものを通信教育でやる。単発講習とコース講習の2つをやる。単発講習が1,500円、2,000円、コースは6回で25,000円。材料費込みなためコースの方が高くなる。素材がたくさんいるらしい。
単発講習は石鹸デコと上履きデコ。コースはなんかいろいろやるみたいだけど、聞いてもわからなかった。っていうか、こんなことに1回4000円以上払う主婦がいると思ってんのかよ、と。嫁はまだ嫁親には話してないみたいだけど、もう、聞くだけ無駄な気がする。通信販売は注文の分だけ発送だから、損は出なさそうだし。それでニーズがあるかないか判断して、利益が出たら出たで、公民館の使用料や、材料の仕入れに使えばいい、と言ってみた。改良の熱は冷めてなくて、物件なくなっちゃう、とか言ってたけど、通信販売ですら客が集まらないものを、改良なんて無謀だと言ったら、ごにょごにょしながら黙ったので、一応は収まるところに収まったのかな。お疲れ様。夜勤やスタッフの雇用をすると、責任が妨害するから辞めた方がいいけど、自宅でちまちまやる分には容認でいいんじゃないかな。ただの熱病なら半年程度で冷めるはず。売り上げも1割とか多いよ。やっぱりママ友に乗せられてるというか黒幕はそっち臭い。その人の手前引っ込みつかなくなってると思う。説得するならママ友も呼び出して事業計画付き合わせて考えさせないとダメ。嫁がたとえ納得してもまたママ友に言いくるめられて企業熱再燃するだろうし。あと、多分この事業計画が潰れても失敗に終わっても吸い取るだけ吸い取られて縁が切れると思っておいた方がいい。いいよって乗せてるママ友は一人じゃなさそうだ。しかも売上から 10% のつもりで経費引いてない予感。ママ友呼び出して説得なんてバカバカしいことまではする必要なさそうだけど。そのまんま売上から1割って書いてるじゃん。こういう人って、もらうのは売上の1割でいいからさ、とか言ってんだろうね。共同出資するわけでもなんでもねえのに。いやこのママ友ってのはクセモンだよ。こいつと嫁の関係切る覚悟じゃないとバカな夢見るの諦めないかもしれんよ。パン教室やろうと思ったらできる人間だから言わせてもらうけど、ママ友に、売り上げ、の 10% は多すぎる。それだけは何が何でも阻止した方がいい。せめて経費引いて、利益、の 10% にするべき。でないと持ちなし確定。お金が絡んでくることって何かと大変だよね。しかもそのママ友と関係がこぎれたりしたらずっと住んでいくのが大変そう。小学校だけで6年なものね。賃貸ならともかく、家賃だけでも払うためには、6回コースの生徒が月に2人以上は新規で入ってこないとダメだし、光熱費とか消耗品の仕入れを考えたらそれ以上だろ、と言ったら少し冷静になったようだ。ピアノとか習字みたいに、生徒が在籍してる限りコンスタントに月謝がもらえる類の教室じゃないからね。ママ友には、通信販売をするからテナントは見送る、とはっきり断らせる。みんなが言うように、ママ友が煽ってるんなら、最終的には話し合わなきゃいけないだろうけど、その生活に波風立てたくないのはお互い様だから、そこは最後の最後だと思ってるよ。でももしかしたらうまくいくかもよ。それほどリスクなくって旦那さんが許しているのならいいのかも。それよりもお金が絡んできてママ友大丈夫か、って思ったりするだけ。無理無理。習い事に月謝制のところが多いのは安定収入につながるから。その内容だと毎月新規客を追わなきゃいけない上に、同じ講座を複数回受けるリピーターを作りにくい。公民館とかで単発でやるには向いてそうだから、公民館プラス通販でやっていけばいいじゃない。今のラインナップではそのあたりがせいぜいだ。ママ友相手じゃ無理な勧誘もできんだろうし、新規客は相場いなくなる。焦って手を出すのが広告、フリーペーパーあたりで5万とか。広告で入ってきた客は数ヶ月は利益が全く出なくなる。それなのに従業員には給料を払わなくてはいけない、単体で赤字に転落。このあたりでキャッシュが厳しくなって借金。物販でしのごうとして仕入れを強化してさらに借金、思ったより利益です在庫の山。イライラして従業員のママ友との仲が険悪化。なんか見えるようだ。空き時間に店舗を活用できないかってことでカフェに改装したがったりそこに乗っかるママ友が現れたりしてカオスか。最初の従業員もママ友逃げる。カフェかが巨人かの都合で飛んだして、気づけば焼け野原になった自分とお店が残って親に泣きついて清算して終了。このママ友が滅相だから逃げないだろ。むしろ食い口を連れてきて愛も愛も嫁を責め立ててむしり取る。赤字になったら知らんぷり、金も受けたらよこせ。どっちも美味しいところないと思うぞ。金銭絡んだら友達が友達じゃなくなるんだよね。それから3週間ほど経ち、一致からの続報が上がります。今月の頭くらいに、ここで嫁が半蔵教室開きたいと言い出して、頭がお花畑、と相談したものです。その後すれと迷ったけど、もうちょいこっちでご報告を。
嫁、なんかニコニコしながら、資格取れたの、と言ってきた。簿記かなんか？資格試験なんか受けに行ってたっけ？と思ったら、〇〇、アルファベット。嫁が通ってたデコ教室の名前らしい、認定デコパー受講師。とか書いてある。以下、ちょっと過剰書き。この1年くらいデコ教室に通ってた、これは俺も知ってた。そこの教室は先生がテナント借りて個人で経営している。〇〇は先生が立ち上げた団体で、この資格認定はその団体が発行している。この資格を取ったから、今通ってる教室のロゴマークを使える。姉妹教室の名乗りを上げてもいいですよってことかな？だからって、生徒の斡旋をしてくれるわけではないらしい。じゃあ、その資格認定の意味って何？っていうか、その先生のとこにお前が通えるってことは、すぐそばにすでにライバルがいるってことじゃん。もうね、頭がクラクラした。その先生がどの程度のものなのかわからないけど、HP 見る限り、主婦の人が教室立ち上げて民間団体作っちゃっただけみたいに見えた。資格商法というには料金も安いし、手芸教室が規定のレッスン終わらせたらもらえる修了証みたいなもんだと思った。で、そんな民間団体、メンバーは何人いるんだろう。下手したら先生一人かも、が発行した講師認定に以下ほどの価値があるのかと。上の娘が今練習して目指してるヤマハのピアノグレードの方がよっぽど信頼性があるわ。ロゴ使えたからって、何？って感じなんだが。ユニマルロのロゴなら価値もあるだろうけど、HP 見る限り、どう見ても素人の落書きです。ありがとうございます。うちの嫁、一応社会人経験も短いながらあるし、ここまで物知らずというか、アンポンタンだと思わなかったよ。今必要なのは具にもつかない講師資格より、経理の知識だろ、と言ってみたけど、頑張ったのに、と言って話にならない。なんか泣いてるし、俺が悪いのか？悪いのは嫁の頭。小6の子供を相手にしてるつもりになりなよ。それくらいでちょうどいいから。小6だと思えば、褒められたくてしょうがなかったんだ。ってわかるでしょ。煽りで言ってるんじゃないよ。マジでそういう扱いがちょうどいい。うわご愁傷様。世間知らずのアホプラス自己顕示欲に飢えてるんだと思う。教室を諦めても、多分ボランティアとかにはまりそう。要は本気で経営したいんじゃなくて、手っ取り早く、私すごい。って思われたいんだよね。だからっておだてるとはっちゃけそうだし厄介だね。っていうか、民間団体の発行した手芸講師の資格ってどっかで有効なもんなの？テレビで、ある女社長の経営してるマッサージスクールは、卒業する時の試験に合格したらその社長のマッサージ屋で働けるから。主婦のスクールブーム&就職活動で人気だとかやってた。だけど嫁の通ってた教室は本当にカルチャースクールみたいなもんで。講師認定取ったからって、その教室で働けるってわけでもないんだよな。多分、嫁の目標は通ってた教室の先生なんだろうな、と思った。うちの子よりは少し年上だけど、先生にも子供が二人いるから、自分にもできる気になっちゃったんだと思う。なんかふて寝してるし、今日はもうほっとくしかないかな。愚痴吐きすまん。ただ吐くつけてるだけだよ。意味ない。うちもお客さんのマナー教室も、一番高いコース受講したら当社認定講師として仕事ができます。必ず仕事の斡旋を保証するものではありません。ってやってるもん。ちゃんと下2年以上の要塞か、和裁学校に放り込んだら？マジで嫁親召喚した方が良さげな雰囲気になってきたな。しかし成人してるので実印で判を押すことは可能。これはひどい。とりあえず、計画書を真面目に作らせたら、今は門関上で、いける。ってなってるけど、冷静に数字に秘めりゃ論破できるかもね。もう仕方ないから、その嫁が社員の合同会社でも作って、経理を家計から分離しろ。倒産して経営者ごっこが終われば嫁も目が覚めるよ。気の毒だけどそこまでは付き合ってやれ。確かいろいろ諸経費含めて30万だっけ？もう小屋勉強代として払ってやれば？代わりに家計は全部相談者が管理する。でここまでは許可として30万やらせて2ヶ月で結果が出なければほら見ろで終わることだ。とにかく教室開いて、先生、と呼ばれてキャッキャ。お金も入ってうっすしたいんだね。やる気満々で前向きなところはある意味羨ましいかもしれん。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。